ウィル・アレンはニューヨーク州シラキュース出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはコーナーバック。地元の高校に進学したアレンはアメリカンフットボールと陸上競技を行った。高校3年時には学校記録となる11インターセプトをマーク、またワイドレシーバーとしても23回のキャッチで460ヤード、平均20.0ヤードを獲得して、 州のファーストチームに選ばれた。また100メートル走では10秒5を記録し、ニューヨーク州で3位となった。地元のシラキュース大学から奨学金のオファーを受けたアレンは同大学へ進学し43試合に出場し、コーナーバック、キックオフリターナーとして活躍した。この頃40ヤード走で4.29秒という、大学最速クラスの数字を出した。 2001年の NFL ドラフトで一巡目全体22位で、ニューヨークジャイアンツに指名されて入団、その年、チームトップの4にインターセプトを挙げた。ジャイアンツでは5シーズンを過ごし、274タックル、8インターセプト、68パスディフェンス、3ファンブルリカバー、1ファンブルフォースの成績を残した。2005年シーズン終了後、ジャイアンツは、 フリーエージェントのサム・マディソンと契約し、サラリーキャップを開けるため、彼と再契約を結ばなかった。2006年3月19日、マイアミドルフィンズと4年間1200万ドルの契約を結んだ。2008年、3インターセプトを挙げた。11月2日のデンバーブロンコストの試合では32ヤードのインターセプト TD を挙げた。2009年5月26日、 契約期間を1年残していたが、チームと2011年まで2年間1620万ドルの契約延長を果たした。この年、第6週のニューオーリンズ・セインツ戦で左膝を負傷、全十字人体の断裂が判明し、故障者リスト入りしてシーズンを終えた。このアレンの怪我に対するドルフィンズの同地クライバルである、ニューヨーク・ジェッツのヘッドコーチ、レックス・ライアンによる発言に、 アレンのチームメイトであるジョー・イポーターは不快感を表した。2010年2月20日、愛車のフェラーリを運転していたアレンは飲酒運転で逮捕された。同年9月5日、シーズン開幕1週間前にアレンは故障者リスト入りシーズンは絶望的となった。2011年9月3日、最終ロースターカットでドルフィンズより解雇された。その後9月14日、 ベニーサップが解雇された後、ドルフィンズと再契約を結んだ。2012年3月21日、ニューイングランドペートリオッツと最低年俸で契約を結んだ。タンパベイバッカニアーズとのプレシーズンゲームで負傷、同年8月27日、故障者リスト入りした。ありがとうございます。